ことは今子供を送っていって保育園に送ってきました。でちょっとトレーニング毎日ちょっとやる、今ちょっとルーティンをやって、それが終わって今日は午後ちょっとパーソナルトレーニングにを受けに行ってきます。だいたい朝は仕事の日は朝一5時半とか6時に起きて、まあ、ジムに行って、その後子供を送って行って、で出勤という形ですね。まあ最近かなりこれが定着しつつあるかなっていう感じですね。もうかれこれ1年ぐらいプロテインは取ってないですね。ちょっと健康診断で去年引っかかって、まあまあプロテインはね20代の時から結構飲んでたんですけど、まあ一回パタッとやめて、基本的には食事からタンパク質をしっかり取るようにしてます。でなんか昔は、まあ、カタボリックって言って、まあタンパク質をね補給してないと、まあ、科学的に言うと筋繊維が分解されて体にタンパク質として吸収される、まあ簡単に言うと筋肉が分解されるんですけど、栄養不足だとね。まあでもなんかそれが怖くてプロテインめっちゃ飲んでたんですけど、まあ結局はちゃんとトレーニングをして筋繊維にダメージを与えている人が、まあそういう風になるわけであって、僕みたいにまあなんちゃってトレーニーとか別にそんなにねプロでボディコンテストを目指してるわけじゃないので、まあまあそういう人はそんなにプロテイン飲まなくていいんじゃないかなって思うんですけどね。プロテイン飲むと僕の場合多分吸収が早いのか、結構やっぱりね内臓にダメージが蓄積されてたっぽくて、まあそれで結構去年精密検査3回ぐらい受けて、まあ肝臓腎臓含めて、まあ内臓がかなりこうダメージ受けてると、まあお酒もあると思うんですけどいうことだったので、もうプロテインとかサプリメント、まあビタミン C 以外のサプリメントに関して言うと基本的には取ってないです。まあ、なので、まあ、トレーニングも、まあ、とにかく一生懸命やるっていう感じですかね。ちなみに僕はトレーニング後にプロテインの代わりにこれを食べてます。これがセブンイレブンの君だけのプリンってやつなんですけど、とですね、原材料が乳製品と、まあ、卵ですが使われてて、ここか、まあ、エネルギー139からタンパク質が 6.6g 入ってるんですね。まあその分糖質ももちろん入ってるんですけど、まあ、トレーニング後はね結構これを最近プロテイン代わりに食べてます。でプリン、今日のご飯は、今日の朝ご飯はまあ大概ね朝はねタンパク質に関しては自分でやってることが多いですね。今日は昨日妻が夜ドーナツ食べたいって買ってきた余りがあるんで、まあこれ食べます。あんまりね気にしないです僕は、糖質とか脂質とかあんまり気にせずに、どっちかっていうときちんと毎食、まあタンパク質をちゃんと取るっていうのを気にしますね。まあさっきのプリンとこれで、まあタンパク質はしっかり補えるかなっていう感じですね。まあ毎日こんなの食べないですけどね。はい。食事になっちゃってますけど。こんな感じですね。今日の朝ごはんです。アメリカかっていうね。